パイクパーチは、スズキモクスズキ木モクペルカカザンダー族の基準種となっている大型淡水魚である。ザンダーという通称もある。ペルカ族に近縁で、広い意味ではパーチに含まれる。北米の近縁種にウォールアイがいる。パイクパーチは、パイクとペルカ族の根欠だという俗説があるが、正しくない。生魚の体長は、普通30から70センチメートル。 最大で130センチメートルに達する。体型は鈴木に似てやや細長いが成長した個体は、頭部上縁がしゃくれ、頭部後方第一、背びれ付近での体構が発達する。背びれは鈴木目の典型的形状で、第一、第二背びれが連なるように形成される。口内には鋭い牙状の歯が並ぶ。体色は銀色肺下色で、 対側に規則的でない反問を示す。ヨーロッパ中部東部、西アジアに広く分布。自然、人口を問わぬ故障、河川といった淡水域に生息し、他の魚をはじめとする水生小動物全般を捕食する。比較的冷水を好み、卵は水温10から15度において3から11日で孵化する。繁殖期は2月から7月に及ぶ。新魚は 私有療法が映像に協力した孫と事業を守る。食用魚、釣り魚として利用される。特にドイツでは食用魚拡対象魚と認識されている。イギリスでは外来魚である。日本では特定外来生物に指定されており、環境大臣の許可なき移動、譲渡、使用、放流が禁じられている。ABCDEF 環境省、パイクパーチ、 特定外来生物の解説。2014年7月8日閲覧。ありがとうございます。